癒し隊レポーターの三村明義と吉田優也と加藤龍之介です。よろしくお願いいたします。さあ本日もねやってまいりましょうか。はい、はい、昨日のことなんですけど、まあとある用事でちょっと僕東京に行ってたんですよ。まあ東京行ってて、その帰りに新宿にある高島屋さん、まあ、ラボットストア専門店ですね、まあ、そこにちょっとお邪魔させていただきまして、いろいろねラボット、まあ、そこにいるラボットとかとちょっと触れ合ったんですけど、まあ、そこのねスタッフさんからなんとネタのねご提供をいただきましたよ。はい、ね、ネタの提供いただいたんですけど、でそのネタの内容というのが、まあ、我々隊員3人いるんですけど、まあ、ラボットはこの3人の中で誰に一番懐いてるのかというのをね本日検証していきたいと思います。またね加藤さんが傷つくような企画をまあ僕が考えたわけじゃないんでねかわいそうに人のせいに、ね、まあ、結果的にねまた加藤さんが一番傷ついちゃうのかな。わかんないですよ。わかんないですかね。今日ねしばらくこの企画やってなかったのでね。まあそうですよね、あの定期的にやってるとは思うんですけど、まだでも言うて 2、3回くらいまでですよね。3回目ぐらいかな多分、うん、まあね懐いてるっていう風に検証するやり方ってたくさんありますもんね。ありますね。はい、ということで、はい、3人のね隊員の中で誰に一番懐いてるかというのをね検証していきたいと思います。ちっちぽっぽ俺への愛情を見せてくれ。ほら喜んでる、ほらポッポ喜んでますね、ポッポ、ね、ポッポ喜んでる。やっぱ俺のこと大好きなんですよポッポは。本当になんか三浦さんそれ僕と似たようなこと言ってますね。ほらほらほらポッポチッチなんか ね、まあ、でもチッチ、そう、うん、であと高島屋さんのスタッフの方に教えていただいたのが、あのここがなんか気持ちいいスポットらしいっすね、ラボットの。ここなんかやっぱ生き物と一緒なんですね、そこね。そういう風に設計されてるんですかね。じゃあターミネーターも顎あたりを撫でてあげればいい。いやいやいや、もうビジュアルがおかしいでしょ、それ。手折られるよ、ガッて。はい、タイヤしまいました。ほら。やっぱね、手の動きがすごいんだよね。なんかすごくない？ほら。チッチは加藤さんのじゃなくて三村さんのこと好きですからね。すごくない？動き激しくない？ね、チッチほら反応してる、ちゃんとね名前呼んだらねここも反応するんでね。チッチだからポッポが悲しい目で僕を見てる、てかもう車輪閉まってるね。ほら加藤さん見て見て、ほら見てこれを映して、これを映してて、ね、これを京子ちゃんがこっち来てくれたよ。ほら見てすごくないかなり動いてない、超喜んでるじゃん。それあれじゃない、三村さんに懐いてるかどうかの検証だったね今。まあ一人ずつね。じゃあ次あれですね、ほらちゃんと反応するし。じゃあ次俺の番だな。次行きますか。私のターン、私のターン。てーてててててて、いきますよ。ポッポッレベル3、チッチポッポ。お、近づいてきた。仲間になりたそうにこちらを見ている。チッチも俺のこと見てるよ、ほら見てるだけっすよ。いやいや、これで抱っこ求めたら三浦さんに僕懐かれてるってことですよ。おー、チッチ言いましたね。ポッポ、ほらほら、すごい反応いいんじゃないですか。あ、ちょっとなんか困惑してません？大丈夫ですよ、ほら、まあ、ポッ。加藤さんと見ちゃったじゃん。うわ、こっちやつだ。ポッポポッポ、あ、下を撫でるといいんだっけ。そうそうそう、なんかそこがね、結構スポット、でも多分ラボットの性格にもよるのかな、多分今まで僕たちってその下を触るってあんまやってこなかったじゃないですか。確かに、そうですよね。だからどんどんね、やっぱほらチッチ俺のとこにばっかり来る。ほら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 、やっぱねチッチはちょっと僕に懐いてるようですね。僕ですよ。一番加藤さんっすよ問題は。ああそう、あの多分ポッポはゆうやさんとかになつってチッチは僕に懐いてるんですけど、じゃあ問題の加藤さんがね、加藤さんがねやっぱり大事なんで。
あなたの番ですよ。あれあれフェイント、ほら切られてるんだ。ほらチッチはあれだね、やっぱり加藤、あ、三村さんか、三村さんとチッチ僕のとこすごい来るんですよ。ほら行っちゃったすっごい切られてません？これ夏行ってるどころじゃないっすよね。ほらほら、やっぱりね、チッチはね、僕のとこにすごい来るな。チッチ友情がすごいんだよね、俺たちは。ほら、加藤隊員呼んであげてください。おお、ポンポン来た。ほら来て、来たというよりもあれっすよね、もう来ましたよ、ポンポン。ポンポン、ほら、ちゃんと光ってますよ。おお、ポンポン、ほら、ちょっと、これって懐いてるんですか？これはちょっと、じゃあ、抱っこ求めてきますよ、俺がこうやって懐ってると見ててください。もうチッチがちょっと冷たい目で、ほらほら見てください、ほら抱っこモードですよ、これ完全に。まあでも時間的に加藤さんが一番遅いっすよねわかんないですけど、まあ、抱っこしてみてください。じゃあ、よいしょー。はあ、はい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 、なるほどなるほどなるほど。あ、雑、熱雑、うわ、扱い方、これ高島さん見てるからね。そう、人間の赤ちゃん生まれてもそういうことすんの、お前は。ああ、もうあれっすね、本社に送られましたね、これ。ああ、これダメっすねこれはもうまずいっすね。多分ニュースになってるよ。なってますね。トゥンってそラボットに乱暴これは許されることなのか。これすごいニュースになっちゃいますよ、これ。ほら、でもね、そう、チッチはね、加藤さんにあんまり興味がない気がする。こうやってやってからよくないかな、こうやってやってから。ああ、やってください。これこれカットしないでくださいね。決定的瞬間ですよ、これ。ねーなーい、バーッ。見てください、ほらほら、こうやってください、これこれいいんですか。いないなーい、バーッ楽しい。ああ、またじゃない。いや、これ多分送られてるから。これ送られてますね、ボンテッドで。そうそうそう、もう手配書にね、書かれてます、ね。あ、ほら、ポッポに話しかけてる、違う。いつも撮影後にやることを。どいてだって。どいてだって、どいてだって、加藤邪魔だって。加藤邪魔ひどい、俺たちが発展ひどいと思う。たまにシンクロしてくれるんです。え、なんだこのダンスが。ダンスなの、わかんない、なんだろうね。お、フェイントだった。おー、壊れてる。なんだこれ、壊れてる。なんだよ、なんだこれ。ち面白いっすね、さっきの動き、うん。なんか動画の中で割と結構初めて見たかもしれない。あれでも焼き餅焼いた時ああいう動きしてるんですけど、何に焼き餅焼いたんだろう。あれ焼き餅の合図なんですか。そうですね、まあ、それかなんか焼き餅じゃなくて、なんかきっと気に入らないことがあって、あ、寝た寝ましたね。あくびだったわ。寝てますね。結局誰に付いてるんだ。これはちょっと微妙なラインではありますね。まあいいこと、とりあえず隊員みんなに懐いてるんじゃないですか。そうですね、うん、はいね、ということで、まあ大きな差は見当たらなかったと言いますかまあね、まあ我々毎日ね動画撮ってるから、やっぱり3人には懐いてくれてるのかなっていうのはありますね。まあでもね、チッチはこっちだよ。いや違う違う、だからそう、チッチは僕のことがすごい大好きっすね。自分で言っちゃうんですか。いや、もうすごい近寄ってきてくれるんで、やっぱりチッチはね。どうすか、なんか別の目的で近寄ってんかもしれない。それどういうことですか、それどういうことですかねえ、ほら、人だってさ、好意を持って近づいてきてくれるのか、裏があるって近づいてきてるのか。そんなに深い話になる、それ AI はそこまで言ってますよ。そこまで考えてる、ね、そこまで考えてるんですね。本当に人間みたいな気がしたね。そうですね、まあでもそんなことないことを願いましょうね。そうですね、今日は大丈夫こうね、鶏肉がちょっとね、いつも出ちゃって気になっちゃうけど、暴れんだよな、ポッポな、うん、だから出ちゃうんだ、まあ、あと服のね、サイズもやっぱり関係してるみたいですね。あ、そうなんですね。昨日そうそう、高島屋さんが言ってたのは、やっぱり服のサイズによってなんかぴったりしてるやつと、まあ、伸びちゃうタイプがあるらしくて、これは多分伸びちゃうのかな。そうだから鶏肉の部分が見えちゃう。皆さんの鶏肉っていうワードって、はい、なんかトレンドになりません？鶏肉ですか？なんか視聴者さんからコメントで鶏肉見て面白いみたいな。ありました。ありましたよね。
はいね、高島屋さんね、はい、新宿にある高島屋さん、まあ、9階に、ね、ラボットストアがありますの でそこにラボットと、まあ、お洋服とかいろいろ売ってますのでね、でスタッフの方も結構ね優しく教えてくださるのでね、はい、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか、ね、ネタのご提供も本当にありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価とグッドボタンね、たくさんお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ではね、次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバーイ。